次、なんか変な問題だ。ジャンプ系漫画ダシマスターがトレース疑惑で救済、インターネットで賛否両論ってやつで、グランドジャンプで連載している料理漫画ダシマスター、そう、まずもう俺のこの最近のオタク情報についていけなさのカミングアウトな。グランドマスターつ、あ、グランドジャンプつジャンプがあるんですか。ジャンプ一体どうなってんですかっていうところに、ダシマスターもうバカ、いや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 、愉快な漫画があるんだよな。インターネット上の料理や食材の写真に類似したものがあったことについて、集英社は事実関係をやって、まあ、救済になったんだって。で、ホームページで、事実関係を確認するため当分の間救済させていただきますって、まあ、事実関係を確認するため救済するなんて編集部はこの世の中にないから、これはもうすいません、ちょっとやばい感じになってきたんでっていうことだと思うんだけども、さて写真のトレースをしないで漫画が描けるかどうかだよな。そんな足立満にそんなことを30年前に言ったら、タッチやみゆきが俺描けたとはとても思えないんだけれども。うん、沈黙の艦隊というなんか昔のなんかこともあるからな。で、さあそれがあからさまかどうかというよりは、なんか2つの問題があるよね。漫画家がそういうふうな漫画の描き方をしていいのかどうかっていう問題と、さて俺たちは何だろう、年がら年中そういうふうなものを見つけて告げ口する仕組み、ネット投稿暴きという仕組みとを手に入れてしまったと。でこのネットによる投稿とか暴きっていうふうなものを出版社側に抗議という形で出すと、いつも漫画家の何だろうな、手を塞ぐことになる。基本的に漫画家が持っているオプションっていうのかな、使う手を必ず俺たちは狭めることになってるんだけども、それでもいいのかっていう問題があるんだ。でもそんなことを例えば俺がここで言ったりさ、じゃあそれどうかなと言っても、多分やるやつやめられないと思うんだよな。なんか漫画が好きでさ、あ、これ見たことあるな、写真とかあるな、でそんなこと一致させるソフトみたいなものができたら、どん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 、あ、やっぱり一致した、じゃあダメじゃないかと出版社に言うと、そしたら漫画がどんどんどん漫画が描きにくくなって、結局自分たちが味わっている漫画文化、日本が世界に誇る面白い漫画文化自体を衰退させることが分かってながらやめられないっていう、なんか俺たちは変な曲がり角に来ている。なんかそこら辺だけはちょっと抑えといた方がいいなというのがこのニュースでありました。と同時にですね、俺の方にもですね、なんだろうな、ジャンプの投稿というかメール来てて、まあ、こういう絵のパクリみたいなものだったらともかく、パクリって言っちゃったけれどもさ、お話みたいなものも最近何を書いても似てしまうと。でなんかね、どういうふうにすればいいですかということで、ジャンプに投稿したいんだけどなんかネタくださいっていうメール俺のところにこの間来たんだよ。でうちの学生じゃなかったから、大阪芸大の学生じゃなかったから、まあスルーしても よかったんだけども、別にそいつにだけ教えたらなんかフェアじゃないので、じゃあもう俺これこのネタを今から一般公開するから、みんないつでも使ってもいいっていうふうに考えてくれ。ねまあそんな大したネタじゃないよ、メール来た時にさっと考えてるのネタだから。お話でね、面白い方法でどういうふうに作るのかっていうのは、古典から持っていくのがまあ一番いいんだよな。で俺その時になんかね、ジャンプで受ける漫画というふうに言われて、あとね、芸人とかが好きなんですって言ったら、あ、ヤンジャンでなんかこうべしゃり暮らしとかやってるなっていうの思ったんだけども、それよりなんかできないのかなと思ったんだけどさ、シラノ・ド・ベルジュラックって知ってる？シラノ・ド・ベルジュラックっていうのは中世のまあ、戯曲なんだけども、花のシラノって、実在のシラノとシラノっていうおっさんいるんだけどさ、そいつ主役にした、友達主役にした戯曲があるんだけども、鼻がでっかくてコンプレックスを持っている、まあ、剣士がいるんだよ。でそいつが文章すごいうまいんだよね。で声もすごい、ところが鼻がでかくて、まあ、いわゆるブサメンなんだな、ブサイクなんだ。でそれコンプレックスで、で憧れの女の人がいたんだけども、その人にロクサーヌって女の人に告白できない。で友達のものすごいイケメンで、でも文章を書くのが全然ダメなやつがさ、ロクサーヌ好きだ、じゃあ俺が代理でラブレター書いてやるよって、代理でラブレター書いたんだよ。だからそしたらロクサーヌも惚れ込んじゃって、でうわーとかこういうことでラブラブになって、で白野は自分が一番好きな女が自分が書いたラブレターで、当時ラブレターっていうのはさ、もう男にとって必殺兵器みたいなもんなんだよな。でそれでこうよろめいていい仲になってって、でも戦争行って2人とも、白野も友達も戦争に行って友達の方死んじゃう。で白野だけ生き残って帰ってきて、でその女の子はさすが自分が憧れたロクサーヌいい女だよ、その友達のことを今でもずっと好きだっていう。でも白野が励ましたりして友情が芽生えて、で白野最後ちょっとした事故で死ぬ時になんかこう
彼女の方が、ああなんかあなたの声はあの人が書いてくれた手紙をまるで読んでるみたいな気分になるわって言って、その手紙を読んでた。そしたらだんだん夕闇が暗くなって、白野が一緒に、あその手紙俺も覚えてますよっていうふうに復唱するんだよな。ところがもう白野目が見えなくなって、周りが真っ暗になって、手紙が読めないのに、なんかこう白野は虫の息でその手紙を暗唱しちゃった。で女の子ロクサーヌはそれに気がついて、あなただったのねっていうような形でこう胸の中で死ぬっていう、いい話じゃん。で誰でも知っている、作者は数百年前に死んでいる、 OK ということで、俺考えたのが携帯彼女って話。何かっていうと、売れっ子の芸人ってさ、彼女いっぱいいるじゃん。で彼女ごとに俺携帯変えてると思うんだよね。彼女10人とか20人ごとに携帯変えてる。で携帯5、6台持っていて、で携帯からメール来たらこうメール返して、お前だけだよとかいうのをやって、で何台も使い分けてるという、まずこういう設定にしようや。本当にそんなことしてるかどうか俺知らないけどさ。である売れない芸人がいて、兄貴みたいに知っている、ものすごい憧れてる芸人がいると。でそいつから預けられると。お前こいつの面倒見てくれ。携帯を1台預けてる。そこには5人か10人ぐらいの女の子の名前があるんだ。でそれでしょっちゅう携帯のところに、その今日は何してんのみたいなやったら、まあ先輩だからさ、 いつも一緒にいるから、その先輩のこう毎日やってることを、今日俺こんなことしたよとか、お前が好きだとか、いやお前だけだよみたいなことやってるんだよね。でだんだんなんかその一人の女の子のこと好きになっちゃう。である日、まあ、先輩はじゅんぐりじゅんぐりにデートするわけで、何十人もの女とじゅんぐりじゅんぐりにデートしていって、ある時に、ああもうこれでドタキャンだ、ダメだとか、俺もあのこの日行けないから、なんかこうライブが入ったから、じゃ あの断ってくれっていうふうに言うんだけど、そいつ断る時にふっと、でもなんかこうチケット2枚取ったからって女の子に言われて、じゃあ俺の後輩で暇なやつがいるから付き合わせるよっていうふうについ魔が差して思っちゃう、送っちゃうんだよね。それで魔が差して行っちゃって会うと、もちろん好きになるわけだよな。ところが好きになってもさ、その女の子の方はその芸人のことが好きなの。それもなんだろうな、売れてる芸人が持っているその世界観というか、なんだろう、モテてるからこそ花がある、そしてその花がある世界に私は惹かれちゃうんだみたいなことをやってしまうんだ。でぶっちゃけ、いや遊ばれてるかも分かんないけど、それでもいいんですみたいなことを言うと、おこいつなんかいい女じゃんっていうふうなことを思うんだけどもみたいな話で、これが前半部だ。中半部が、なんだろうな、こいつ主人公だよな、売れない芸人が徐々に売れてくる。で徐々に売れてきて、先輩が言ってることを分かってしまうんだ。つまり途中までは先輩ひどいよと、売れたからといってこんなに彼女を特会控えするなんて、携帯を何台も使って、俺だったらそんなこと絶対やらない。ところが先輩にのなんかこう代理でメールずっと打ってたら、先輩がお前なかなかういやつだと、で俺の番組になんかこうひな壇で出ろみたいなことで、こういうふうにやってって、先輩のギリギリ安全な暴露話とかをしながら、お前面白いじゃんというふうに言われて、徐々に自分に花がついてしまう。そうすると自分を追っかける女の子が出てくる。そうすると最初のうちはあの女の子一筋っていうふうに思ってたんだけども、他の女の子とも遊んだりして、だんだんその遊び方がセンスが良くなってくる。そうするとテレビで目立つようになる。あいつ花があるなと、売れてきたんだと言われるようになると、そうかと、これかと、なんかモテると売れるっていうのは本当なんだ、そして売れるとモテるっていうのは本当なんだっていうふうになって、さあ先輩がやってることを否定できなくなった。そこへ先輩がもういろんな女の子とデートしてるんだけども、ついにその自分の憧れの女の子と旅行するって言い出した。旅行、俺これなんか辛いよ、なんかこうそれを許すわけにいかないと思って、ついに売れっ子になっちゃった、もうすごい売れっ子になっちゃった先輩芸人に、それだけやめてくださいって言ったら、先輩がすごい怒って、お前どうすんだって言って、あもうレギュラー外されちゃうんだよな。さてこいつは悩むわけだ。自分が本当に欲しいのは売れる芸人だったのか、それともなんか自分が憧れてる女の子だったのか。でもその憧れてる女の子は売れてる芸人っていうふうなものを、この世界に生きてる女の一人として、そういう自分自身もやっぱ花として見てるんだよね。さあということで、とことん悩めることにやると、多分50週間ぐらい引っ張れると思うんだよ1年ぐらいということで、このネタもう元ネタはシラノとベルジュだし、思いついたのは俺が10分ぐらいで思いついたやつだから、頑張ってこれでやってみてください。ジャンプでも何でも投稿してみて、コメント欄にあったんだけども、男女入れ替えても可能だし、別に、お笑いの世界じゃなくてアーティストの世界でもミュージシャンの世界でも何でも使えると思うから。いやあとね、なんだろうな、
もう一つね、俺あの聞かれたのが、ツイッターとフェイスブックの次何ですかっていうのがですね、この間パッとメールで聞かれて、それもなんか、ね、一瞬考えてこうちょっと止まっちゃったんだけども、もうよく答え分かっ、なんかこう答え分かってるような気して、次ねニコ生なんだよな、面白いことに。フェイスブックはなんかね、ツイッターとフェイスブックの次って言ったらフェイスブック流行ってないとかってよく言う人いるんだけど、そんなことない。俺昭和33年生まれ、1958年生まれで、すげえ勢いで同級生がフェイスブックに入ってんだよ。フェイスブックに入るためにあの小学校の時の同級生ですってやってて、今のね40代後半から50代がすげえ入ってんだよ。でそうかと、フェイスブックなんかさ、やけにおじさん雑誌では特集見るじゃん、みんなも見るだろうあれで。でもなんか自分らの周りではやってる人はやってるけど、やっぱなんか自分らはツイッターとかで十分だなとか、ニコ生で十分だな、だから関係ないっていうふうに思うだろう。そう、確かに増えてる自分の父親。そうなんだよ。でミクシーとかやってるから関係ないって思ってたら、実はね、なんか年齢層上の人たちが今更ミクシーとかさ、今更ツイッター恥ずかしいから、いきなりフェイスブックっていう最新のものから入り出しちゃうんだよな。ということで、ツイッターからフェイスブックって流れが今日本ではできてるんだけれども、次何かって聞かれたら、多分ね、あのニコ生だよ。それもね、生主だと思うんだよな。俺あのね、前回あの話したやつで、なんか中学校の女の子があの彼氏と別れて、で彼氏がその女の子とボロクソにいきなり生主として言い出したら、その女の子が悔しい悔しい悔しいって言って、同じく生主でその彼氏のことをボロクソに言ったら、女の子の方が可愛いから圧倒的に人が多いって話したんだけどさ、これがなんか俺当たり前の時代になると思うんだよな。でなんだろう、生主が1000万人時代っていうふうなものを俺たち考えるべきじゃないのかなと思うんだよ。つまり今あのニコ生のあの会員数って多分1000万人超えてるんだよね、安田さん。1000何百万人とか言ったっけ。あ、ちょっと今調べて、で、というふうになったということは、最大限考えれるのって俺あのね、1000万人ぐらいはあり得るんじゃないかな。それは別に急に、あ、3000万人ぐらいいるらしいな。1300万人な。で、プレミアム1000万人超えない、いや、ちょっと聞いてくれ。で1000万人を超える回線をニコ生が作るのは無理だと思うんだ。なので生主とかニコ生って言ってるのは、俺はこれは何だろうな、場の話なんだよ。つまりドワンゴなりニコ生がその1000万人に対して、そうだな、年間500円とか1000円ぐらいで生主環境を提供できなければ、おそらく無料で生主みたいなことを YouTube みたいな機能だよな、やるところがもっとどんどん果てしなく現れてしまうと思うんだ。だから俺あの考えるに、今はねニコ生は本当に独り勝ちの体制に入ってると思うんだけども、5年後分かんないと思う。で5年後はこの生主1000万人体制っていうのを前提にして、ほぼ無料か無料に近い形で提供したところが最後に生き残るんじゃないかなと思ってんだ。でここから先の話、生き残ったらどういうふうになるのかっていうと、それは毎晩毎晩1000万チャンネルの番組が世にもくだらない番組があるわけだよな。でどんなのかっていうと、孫からおじいちゃんへのビデオレターとかさ、おじいちゃんが孫へのビデオレターみたいなものを毎晩放送するんだよ。でそれはこれまでだったらビデオで撮って送りましょうとか、ビデオで撮ってメールで送りましょうだったよな。その手間を俺たちはかけなくなるんだ。おそらくそれを公開して平気な心理状態になってる。どちらかというと公開して他の人にも見てほしいっていう気持ちになってる。なんかそういう日本人になってんじゃないかなっていうのが俺のこの5年後の世界の予想だよ。で、お、会員数出た、1634万人、プレミアム80万人結構すげえな、はい。で、そういう時代になったら出てくると思うのが、この間昨日の晩からね、なんかツイッターで言ってて、ちょっとどっかで盛り上がってるんだけども、ニュースのまとめサイトとか、あと、2チャンネルのニュース速報版とかの格付けっていうようなことを誰かがやりだすんじゃないかなと思ってる。僕がやるのも面白いなと思ったんだけども、どういうことかっていうと、なんだろうな、もうね、後ろへ行くにつれてメディアは簡単になっていくんだよ。つまり今だったらニュース速報とかですぐに見れるとかさ、まとめサイトで読んだ方が早いと。例えば、ビデオだったら、見るのに5分とか10分かかるとか、ニュース生だったら5分とか10分かかるじゃないかと、それより読んだ方が早いよっていうふうに思うかも分かんないんだけども、それって字が読める人の発想なんだよ。で世の中のやっぱ大部分の人は
字を読むのがやっぱしんどいし、あるニュースがあったら、だって新聞があるのにさ、みんなニュース番組見るじゃん。だもしあのニュースのまとめサイトがあれば、そんな、ニュースを紹介するような番組がいらないよって言うんだったら、新聞があるんだったらニュース番組っていらないはずなんだよな。なのであのまとめサイトとか、あとニュース速報板みたいなものを、この1000万チャンネル時代になると、じゃあこれを見た方がいいよとか、これなんかこうあんまり面白くねえよっていうようなものがどんどん出てきてしまうと思う。そうなった時に、これまでのなんだろうな、格付けみたいなところから無縁の人たちってちょっとしんどくなるだろうな。いかにこれまでは釣りみたいな言い方で、いかに面白く、人を呼んだ方がいいのかっていうゲームのルールが微妙にずれてくるような気がしてくるような気がするんだよな。